マウスのテーマ、これねやってみたらねものすごいこれ練習になりますね。これ練習曲として最高だなと思った。最初ラッパのマークのね、あれが練習曲としていいなと思ってたけど、このミッキーマウスの方がねいいですね。まずこの、タンギングの練習ね、それとあと初心者の、まあ、第一ハードルである、まあ、ミドルのドからの上ミーファー、まあ、ファーこれに関してはミーまでなんですけど、ドレミミドルのドレミの練習できて、このミッキーマウスのテーマっていうのはねいいなと思いますね。他言ってる人いないじゃないかな。これ最高ですよ、まあ、全然ね完成してないけど、ラッパのマークよりかとっつきやすいし、これが綺麗に吹けるようになると、まあ、そこそこ歌謡曲とかだったらね吹けるようになるんじゃないかなって気がしますね。だいぶねアンブシはもう分かってきた感じがしてて、このミッキーマウス完成する日はそう遠くないような気がしてるんですよ。でここのところ、まあ、テナーサックスの方ねを、まあ、新しい楽器っていうことで、やってましたけど、またねこのトランペットに戻ってきたんですよ。テナサックスは確かにねすごく初心者にとってはおすすめで、楽しい楽器なんだけど、なんせねいかんせん前も動画でアップしてましたけどね、まあ準備とね片付けがね、まあこういうこと言うと怒る人がいるんだけど、めんどくさいんですよね。サックスはめんどくさいんですよ。それ、まあそれが普通なんだと思うけど、でもこのトランペットはね、準備がいらないし、で片付けもね、全然サックスに比べたら楽なんですよね。で、というわけでね、どうしてもね、サックスとトランペット比較したら。トランペットやっちゃおうかなって感じになるんですよ。ただ初心者これから管楽器始めたいなって人におすすめなのは間違いなくサックスと、サックスでテナーサックスね、アルトサックスとか間違ってもソプラノサックスに手を出しちゃいけません。テナーアルトサックスで挫折したからテナーサックス始めましたってやったら、まあ、プロのねサックス奏者の方だったらしいけど、アルトサックスで音色が出せない人がテナーサックス吹けるわけがないみたいなコメントしてくれた人がいるんですよ。まあその方はね、まあ良かれと思ってコメントしてくれたんだと思うんだけど、でも結論から言うと僕的にはね、テナーサックスはすごくとっつきやすい、やりやすいです、これ間違いないです、そのプロの方っていうのは子供の時からやってるから、大人になって初心者の状態から始める人のことっていうのはねわからないんですよね。こうやって言っちゃうともう失礼なんだけど、でもこれ間違いないです。大人になってからサックス始めるんだったらテナーサックスですよ。アルトサックスでソプラノサックスとかね、とんでもないと思いますよ。もうソプラノやったことないけど、でもアルトサックスとソプラノ、テナーサックスやね、サックス。アルトサックスとテナーサックスでは、とっつきやすさ、吹きやすさが全然違うんで、トランペットのね、動画でサックスの話しちゃいましたけどね。というわけでね、また、トランペット、追求してみようかなと思った今日この頃です。フルトでした。